はい、皆さんおはようございます。XOC です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。はい、もう桃もね、もうすっかり終わっちゃいまして、あとはまあイチジクとブドウとね、これから実ってくると思います。今8月入りまして、そうですね、あと2週間、もしくは品種によっては月末ぐらいまでね、熟して、で、甘くなって食べられるというようなものが出てくると思います。はい、今日はね、袋掛けしてたぶどうを袋をいっぺん取ってみたんですよ。なんでか言いますと、コガネムシなんかがね、中に入ってるんじゃないかと思って、やっぱり入ってたんですね。はい、別にこうやってね、これでいいだろうって言ってこう見せるためでもなくて、そういうこともね、こう含めながらね、ちょっと話、させていただいたらなと思ったんです。はい、で、やっぱりね、入ってましてね、あ、これ、まあ、見えてますのはハニービーなんですね。こういうちょっと劣化したところらへんのところにね、コガネムシがね、ついてる。まだこれ酸っぱいです。部分的には甘いところもあるんですけども、まだやはりそうですね、やっぱり2週間、もしかしたら3週間ぐらいかかって、これがね、熟成するように待てへんかったらいかんのか分かりませんね。はい。でもまあ、ハニービーナスね、おかげさんで、これたくさん、これこう大きい房がね、こうドーンとね、こう出てきてましたね、これね。ちょっと驚いてるんですよ。はい。いつもね、時々申しますように。まあ、こんなにできてあれだったら、まあ、農家さんはね、やはり生計立てておられますんで、とにかくまあ、付加価値があって、みんなの好きでよく売れるものっていうのをね、まあ、優先的に出されますんで。ですから、シャインマスカットとハニービーナスだったって、ハニービーナスだってみんな知らへんと思うんですよ、おそらく。はい、シャインマスカットって言ったら、ああ、シャインマスカットねって言って、もらったら嬉しいよね、なんてって言うじゃないですか。ですけど、まあ、シャインマスカットも確かにマスカット種はあって美味しいんですけどね、ハニービーナス、これはね、売れてるとね、すごくね、いいブドウかなと思います。少なくとも輸入ブドウで大きい実あるじゃないですか。あれの、まあ、2ランクぐらいのね、上のアップグレードしたね、味になると思います。ただし、まあ、そうですね、瀬戸ジャイアンツなんかと比べたらちょっと肉質が違ってて、その点はね、少しね、まあ、劣るというか、まあ、そういう品種のもんなんでしょうね、ということだと思います。ですけど、これ、去年植えたばっかりでこんなになってるから、ええー、という感じでね、驚いてるわけなんです。はい。まあ、ハニービーナスの子ね、これね、ボツボツ実ってきまして。で、まあ、どういう品種かっていうのが簡単にね、いつも画像でね、別画像でちょっと入れてますから、それはちょっとご覧いただいたらいいかなというふうに思います。はい。で、こっちはですね、ちょっとコガネムシに食われたところがね、これいっぱいありますけどね、これね、ですけど、これは藤実です。これまだ色はついてません。はい。ついてませんよ。これからね、どんどん色がきっとね、紫になってくると思うんです。はい。これはまだ酸っぱいですね。で、横にありますので、デラウェアが赤くなってきて、これと同じような感じでこう熟してきてるっていうふうに思いますんで、あとは2週間か3週間すればね、かなりね、濃く色づくことになるかなというふうに思いますね。はい。まあ、今年はですね、桃は大成功という話だったと思うんですけども、ブドウの方もね、一部、黒糖病がかかったりとか、それから、私の不注意だろうと思いますね。水切れっていうか、水がよく回ってなかったとか、もしくは、水が多すぎて、炒めたやつね、これはオリンピアとかね、そういうのあると思いますけど、まあ、このハニービーナスと藤緑が後からちょっとご紹介しますが、シャインマスカットについては、そこそこかなというふうに思います。はい。はい、こちらはシャインマスカットです。シャインマスカットはね、この2つとですね、それからこっちの方にも、3つ、これね、すいません、ちょっと下がちょっとあれなんで、実ったんです。3房取れたんですね。はい。ですけど、まあ、そうですね、カスイがあんまりつかなかったですね。オリンピアはたくさんついたんですけども、まあ、結局、ちょっと私の蜜かなんかで、もうダメにしちゃいましたんで、また来年、少しね、って言いますか、再来年ぐらいまで生きてると時間かかるかわかりませんね、ブラックオリンピアは。でもシャインマスカットはもうこの通り、かなり木が伸びていって、あっちも伸びてましたね。すごく好調ですんで、ですからまあ来年はこっちのこのシャインマスカットの鉢をね、ブドウ棚の方に持っていきまして、本格的にね、きちっと育てようかと思います。で、まあ、できたらね、皆さんやっておられる、そうですね、ジベリン処理ですか、そういうのもちょっと考えてね、やっていけたらなと思っております。はい、まあ、これなんかね、まあ、あれなんですよ。まあ、もうもったいないから取れませんけどね、これ黄色くなってるでしょ。これはね、やっぱ甘いんですよ。こっちの子だったから黄色一つありましたんで食べてみたらね、もう十分食べられる。甘いです。まあ、シャインマスカットね、売り物はね、緑のね、綺麗な房がね、売り物だと思うんですけども、黄色のやつがね、やっぱり美味しいんですよ。ネオマスカットもそうです。黄色のやつがね、うまいんですね。青のやつはあんまりちょっと水っぽくなってて、ネオマスカットはその辺で、評価を落としたというね、こともあったと思いますけども、この黄色くなったね、こういう実はね、本当にまあ、シャインマスカットもそうですし、ネオマスカットもそうですし、非常にね、美味しいですよ。はい。これも十分甘くなっております。こっちはね。これもちょっと時間かかるかな。だからまあ、そうですね、やっぱり2週間か、8月の月末頃にはね、食べられるというふうに思いますね。まあ、これ楽しみです。はい。はい、これはね、きなり完熟のヒムロトシードですね。もう茎のところがね、もうこう、劣化してるでしょ。こういう感じなんですよ。はい。でしょ、これね、すっごく甘いですよ。もう本当になんかね、蜂蜜のようなね、本当に甘さになってまして、大変美味しいです。はい。一つちょっと抜けておりました。すみませんでした。セーベルね、9110ね、収穫したんですよ。と言いますのは、もう黒糖病かかってて、実がもうボロボロになりましたんで、もうほっといてもね、どういうことありませんのでね。ですから、まあ、取りました。で、味見ちょっとさせてもらいました。はい、結論から言いますと、セーベルはやはり生でも食べられるんですけども、ワイン専用のブドウですんで、ですからワイン用のブドウなんですよね。ですから、そういう点ではですね、食味はね、やはりポートランドとか、ニューナイアガラとか、ヒムロトシードレスよりは、ちょっとなという感じですね。確かに。はい。ただまあ、実は少し硬いんですよ。輸入ブドウのトンプソンよりは柔らかいですけども、ヒムロトシードレスみたいに柔らかくない。まあ、この辺がそうなんですね。で、香りもですね、まあ、香りだけ言いましたら、ニューナイアガラとか、ナイアガラ、ヒムロードシードレス、それからアーリーシチューレン、バッファロー、そのあたりの方が風味はあると思います。ですから甘酸っぱいという、感じかな。どっちかというと完熟になると甘くなるんでしょうけども、あんまりこの実の、味わいとしてはですね、他のブドウの方がいいかなというのは、という感想です。まあこれも来年またきちっと実りましたら、なんて言いますか、もう一回ね、テイスティングして、きちっとした評価できると思いますが、今は食べてみた感じで、かなり完熟した実を、まあ、口の中に入れてね、考えてましたら、まあ、他のブドウの方が味わいはいいでしょうということだと思います。はい。ご覧いただきまして、誠にありがとうございました。それでは皆さん、次回もこのチャンネルでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。